ハローアースノイド、アムロのガンダムを覗いてきたのだろう？に対する、ネットの反応をお送りするよ。アムロは普通のガンダムを考える凡人だよ。じゃあ頭に大砲でもつけろと？あ、ハイメガキャノンディスってんの？そんなこと言うからサイコフレームを敵に流すバカが出てくるんだぞ。行きたいって言っちゃったら、シャアがアムロと危機として戦おうとするから嘘ついたんでしょう。この女の子絶対にシャアがなんかやらかすのを感じてる反応だよね。プラナガン機関でシャアと出会った後に専属メカマンになっていこう。シャアのやらかしにずっと振り回されてきた人ですので。ニュータイプ専用機やシャア専用機の開発に加わった技術者からしたら大したことないと言われてもおかしくはない。実際には稼働させないと反応速度や加速性などは図面ではわからない部分が大半だから当てにはならない。大まかな図面を見ただけで普通と断言しちゃったのならこのキャラは技術屋としては二流っぽいな。もともとジオンの女だからびっくりドッキリ機能やびっくりドッキリ新技術を搭載しておらず、乗り手を選ぶ PT 仕様ではないイコール普通なのかもしれん。サザビーを作るような女だからなこいつ。ジオングを与えてもちゃんと一気当選してみせたので、この程度の多少わがままなメカでも許されると思わせたシャアサイドにも問題がある。ここに行き着くまでに極端な重装化がネオジオン製モビルスーツに蔓延していた事実があったとしても、アムロはモビルスーツの性能で戦うタイプじゃないから汎用性高ければ十分活躍できる気がする。サザビーを見つけてコックピットガール頭部を的確に攻撃するアムロが極まってるシーン大好き。シャアと付き合い長いトリックディアスやジオング乗ってたことを考えると割と頭部にコックピットがあることは予想つくんだよね。そもそも腹にメガ粒子砲搭載してて腹部にコックピットつけるかっつう話よ。すいません、普通って怖いよね、汎用性が高くて。最初から性能を特化させたやつではなく後からいくらでもいじれるような余裕を持たせた設計にしてあるだけな気がする。サイコフレーム搭載できたんなら極めて汎用性の高い優秀な機体だったんじゃ。アムロは普通というか突飛な兵装とかは必要なく、ただ平均的に高水準なモビルスーツが欲しいってだけだろう。それこそ RX78 みたいな。アムロの場合はビームライフルとビームサーベルとバズーカがあればいいから、特殊な機体じゃなくて汎用性が高く全てのステータスが高水準な機体が欲しかったんだろうな。結果アムロしか使えないけど。アムロの思いつきを歴代最強ニューガンダムにまとめ上げて実現させたのは天才チェーンの尽力。出所の怪しいサイコフレームの採用を決めたオクトバーモシ君社。実際アルレットがめちゃくちゃ精魂込めて作った専用機サザビーをアナハイムのバックアップあったとはいえ、所詮マニアに過ぎないアムロ設計のニューガンダムで下してるわけだから、バカにはできないと思うんだよ。ソラマー歴代ガンダムの最大公約数として信頼性重視の普通に高性能なモビルスーツを目指したのが、アムロの設計なんだから普通でしたって感想はめっちゃ正しい。重要なのは、その普通の高性能機に乗るのが普通じゃないレベルでキレキレのアムロさんだ、ということなので。アムロの恐ろしいところはガンダムの性能で勝ったわけじゃなく、卓越した操縦センスと尋常じゃない先読みと恐ろしいほど当たる感のところ。操縦技術ばっかり言われるがちゃんと戦闘訓練も受けてる士官学校主席のシャアと肉弾戦やって殺しかける元陰キャだってのがおかしいと思うわ。アムロはシャアに対して特攻スキルがついてるとしか思えないシーンが多い。なぜ初めてのはずのフェンシングでシャアの眉間貫けるんです？初めてのモビルスーツ操縦実戦でコクピット正確に貫けるんだから余裕余裕。こんな化け物のアムロですけど、ベルチルだとジェガン登場でレズンにめちゃくちゃ苦戦したんですよ。ベルチルアムロはゼータ時代のクワトロくらいの強さかね。レズンも強いし教本破りのダミーバルーンの大量放出やってるからアムロでもちょっと被弾したけど、民間シャトルがいるってレズンに威嚇射撃してみせたらレズンの意図に気づいて撤退してみせたり、強者同士で通じ合ってる。アムロくん、ちょっとあなたの脳見させてくれないかしら。お礼にすごい反応速度のモビルスーツ用意してあげるわ。邪気が来たか。アムロくん、ちょっとあなたの脳見させてくれないかしら。お礼にすごいガンビットファンネルのモビルスーツ用意してあげるわ。パーメットスコアはいきなり3からいっちゃいましょう。しれっと語りやがってぶっ殺すぞババアども。しかし個人設計のニューガンダムの設計図をアルレッドに見せるってアナハイムどういうつもりだよ。
本当ならシャアの息がかかってないフォン・ブラウン工房で作られてたニューガンダムの情報をどうやってリークしたんだろう。やっぱ会長経由で流したんだろうか。設計自体はアナハイムだぞ。アムロはそこに参加して意見を言ったっていうだけで、別に自分で図面引いたりしたわけじゃない。いや図面も引いた設定ですけど、もともとニューガンダムはブライトがロンドベル復帰の手土産として、ジュン・バウアーがいろいろとごまかすために次期量産試作機という名目で予算を取ったんだっけか。アムロ的には長期戦を見据えて1年戦争の RX78 のように劣悪な状況と環境で酷使しても、それなりに安定して稼働し自分の腕に対して高レスポンスを返してくれる機体を求めたんだろう。結果、高い汎用性、剛性、整備性というパッと見では面白みのない普通の機体が出来上がった。そもそもニューガンダムってファンネルついてるのに普通のガンダム扱いなのか。覗いた時本当に基礎設計段階だったし最後にも乗っける前だったんでしょ。そりゃまあ支援機と合体、とか変形、とか額に波動砲、とかねえからな。ちょくちょく自分を叩き台にすんのやめてくれませんか。じゃあ聞くが君は、普通、か？え？ダブルゼータっておそらくサイコガンダムとか敵の大型モビルスーツとも戦えるようにって想定してるよね多分。ところで普通のモビルスーツならわかるけど普通のガンダムってそもそもなんだ？サイコニュなし？この時期だとガンダムマーク3の方向性な気がする。やっぱり特筆すべき特徴のないガンダムじゃないかね。変形もない高火力な武装もない。でもアムロが求めるのは安定性だからね。むしろ普通でいいんだ。ライフルとサーベルとバズーカでアホみたいな戦果上げてくるしな。バルカンマ必要。ビームライフルとかみたいなビーム兵器に対してバズーカの優位な点って何があるの？ビームみたいにピンポイントにきっちり狙う必要がない。爆発で吹っ飛ばせるからってのは小説版アムロの弁。言うてもバズーカの爆風で敵を倒してる描写なくね。爆風でワッパ隊が吹っ飛ばされてるぐらいかな。バズーカをドップに当てる。盾も投げるしバルカンも普通に使いまくるし、パンチもキックも何でもやるぞ。もし連邦が気を利かせて配備してきたのがこいつだったらこんなゴテゴテした機体ってプリプリしながらいろいろいじくると思う。そもそもリガビでも言うほどサザビーに対して劣勢だったろうか。さすがにサザビー相手は無理だと思うけどバックウェポンシステムありなら普通にデュネイ乗ってる。ヤクト倒しかけたのはさすがに化け物だよ。ちょっとコクピット越しのさっき捉えられるだけで化け物呼ばわりはひどいと思います。作中じゃあまり触れられないけどゼータとか可変機ってメンテナンス性クソ悪いんだろ。感想は個人によります。勘違いされがちだが情けないモビルスーツイコールサイコフレームすら使ってないニューガンダムであってリガズではない。アムロにふさわしい性能を持ってない機体イコール情けないモビルスーツでよくね。